ユニコーンにチャーシューのキクラゲがちょこっとあって自慢ネギ多めにしたりするんで、まあ、それは多分好みになると思うんですけど、麺はストレートです、絶対麺はストレート、はい、ストレートで縮れ麺も違う、もちろん片麺硬い方が好きですけど、自分であんま作ったことないけどちょっとわからんですけどね、けどまあどっちかっていうとこっちの方が自分は好きです、こっちの豚骨大好き、福岡でよく食べに行ってた本当に豚骨が大好きなんで、豚骨醤油とかいろいろあるんですけど、やっぱりもう本当の豚骨の感じが好きなんで、いやまあ売れたと聞いて、まあ、本当に嬉しいですし、美味しいぜひ食べてほしいですね、いろいろ好みあると思うんですけど食べやすいので、そして多分子供から大人まで、麺好きの人はすごい好きだと思うので、まあ、そこが売れた要因かなと思ってます。麺にもスープにもトッピングにもこだわり抜いた僕の豚骨ラーメンが今シーズンも好評発売中です、ぜひ食べてください。強くなるんで、だからすごいピーチ感強いんで、まあ、女性からしたらこっちがいいかもしれないです。だから絶対好きだと思います。こっち小学生絶対ないんです。またパワー増えまして増えちゃいますね。ラムネめっちゃうまいです。もうこのグラスめっちゃ気になります、まあ、僕のピッチングが爽やかなんでぜひ飲んでほしいと思います。女性から子供からおじいちゃんおばあちゃんまで誰でも行けるんで、ね、僕試合の時は全員1人1杯買うっていう約束で来てほしいですね。僕のイメージにぴったりな爽やかなブルーサワーです。大好きなラムネアイスがこだわりのポイント、ぜひ飲んでみてください。